すごいね、このめちゃめちゃ大きいですね。すごいおしゃれなって分かると思うんですけど、多分見てもらったら分かると思うんですけど、多分ありがとうございます。今日はね、どこに来たかと言いますと、目はここにね、わけに来たんですけど、まあ、わけといえばね、あの、八頭寺とか、あとあの、静谷学校とかね、有名だと思うんですけど、まあ、ここがね、ピザの、すごい美味しいお店というね、ピザキングって言うんですけど、まあ、今日はちょっとね、あの、もう、見た目から美味しそうじゃないですか。そうだね。ね、ガッチリ。ちょっとだと見えるんですけど、釜もあって、なんか結構なんか、本場のね、方の、行ってみましょうかね。いただきます。はい、ちょっと。結構大きいですね。そうね、結構ボリュームが。じゃあスペシャルでいいですか？大人2人分ぐらい。そうですね、はい。結構いい、大きいです。じゃあそれを一つ。はい。めっちゃ大きいですね。めちゃめちゃ大きいですね。スペシャルピザ。めっちゃでかい。でもこれ全然大人二人分ありますね。うん。L サイズぐらい。本当に。L サイズよりでかい。ピザ釜でありますね。ね。あの釜で。もうすごいピザ釜で。いただきます。もうそのまま行ったんじゃない？
違う。種類これ違うね。そうですね。色の変色はあるんですね。そうですね。パスポーペッパーソース。まあ普通のやつや。いや、これは普通なんですね。うん。どれが辛いんですかね、これ。この辛いのね、ちょっと苦手なんですけどね、ちょっと。これが一番いいんだよ。多分これが一番。とかいるかもね。結構ボリュームがね、崩れやすいから。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今まで食べたピザの一番美味しかったです。あのピザキングすっごいなんか多分訳なんですけど、通ったらめっちゃ多分すっごいおしゃれなって分かると思うんですよ。多分見てもらったら分かると思うんですけど、多分カップルとかできたらもう絶対最高やと思うんですよ。ちょうどあのね、あのピザも大きくて2人で食べたらもう めっちゃいい感じのサイズで、そうだね。ぜひ来てほしいですね。そう、でも基本的にはこう撮影 NG だけど、そうそう、今日はたまたま、そう、マスターがちょっとだけならということで、あのだけど、これ元々イランの方が作ってるあのピザ屋さん、営業時間、あ、営業が月曜から水、あ、月曜日？月曜日と、なんで、ね、から月曜日やってて。火曜日と火曜日休みで、そっか水曜日から土曜日やってて日曜が休みです。うん、ねえ、いろいろ細かく書いてるけどね。そうですね。すごい。え、何なんだろうこれ。手洗いに。手洗えるから、こういう感じの。そうだね、多分。なんかあるよ。なんか空中見えましたね、なんかね。このピザキングの横に石垣。でも結構いい感じに石垣が積んだ。なんだろうこれ。うん。何これ。すげえ。なんか霊って書いてある。霊の上にもなんか書いてあるけど。そうですね。なんだろう。すっごい。これはいい感じに見えたけど、大将はい、まあ、ちょっとジャンルが違うんで、まあ、気になる方は独自で調べてみてください。はい、こんなとこに、まあ、テレビでもこれ紹介されたと思うね。結構でもすごいですよね、これ。うん、そう、ピザキングの横しに。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。